おはようございます。簡単マイコン教室、おっちゃん先生の土井です。このチャンネルでは、このマイクロビットですね、ここに載っているマイクロビットの説明動画を撮っています。で、今はですね、このマイクロビットと連携しているこのマクイーンのこの足回りを改造しようということで、ブラックグラデュエーターっていう、こういう戦車みたいなやつに改良できないかなと格闘しています。で、この前回、このキャタピラのクローラーっていうんですけども、これですね、この部分、舞台の部分ですけども、クローラー。これがつながっているのを外そうという手前で終えました。で、今日はもうこれ外れてるんですけども、この外す部分の動画について、少し説明しながらですね、外してるところがちょっと説明、動画は撮れないかもしれません。これから説明しますが、非常に難しかったです。ということで、画面を切り替えて説明させていただこうと思います。はい。で、なかなか悪戦苦闘してですね、力ずくで何とかしようとしたんですけど、怪我をしそうでですね、でそれと、まあ、説明書にあるちゃんとした向きから抜いてくださいっていう記載があるんですね。その記載ですね、と説明書の裏面にこう、この5番目の下ですね、ピンの抜き方みたいな、この絵が書いてあるんですが、でこの写真見ても左右対称でどっちがどっちか分からなくてですね、仕方なくマニュアルにあるロボットタンクカーチェイスかなっていうリンクから、もっと詳細なマニュアルをダウンロードしてくださいということで、そのサイトに行くとこういう動画が出てました。まあ、概要欄にリンクを貼っておこうと思いますが、好，接下来为大家示范一下如何拆履带。首先，请大家寻找一些类似尖端物的一些工具，比如说镊子ですね、こんなやつだとか、或者说螺丝刀的一些小孔。こちらこれね、よく見ると穴が開いてる方と開いてない方があるので、この穴の開いてる側を持って横からピンを押してくださいという動画なんですね。で、非常に怖いですね。これ失敗するとこちらの親指に工具が突き刺さるかもしれないので、で、これ準之後注意一下手势、Y字になっている工具でうまく戳出来的针伤到手。轻轻一按，あればこういうふうに出来了。と差し込んで、就是这个うまく抜けるよ。出来之后，この Y 字の工具拿出来就好了。欲しかったんですよね。で、この動画を見てうまく取れました。ただこれが2回も3回もできそうな気がしないんですよね。別のところも同じ要領でやろうとしたんですが、なかなかうまくいかなかったです。で、それ以外にも、まあ、関連リンクで出てきた動画はこれで、It's possible to fully assemble this kit, 同じように私と組み立てます。 As you can also see, if you do fully assemble it, since you can't put the motors in the correct spots, in order for this to be the right length, then, as you can see, this part here is kind of going this way, and this part here is kind of going that way. They're not perfectly aligned as they should be, so it's kind of a little bit wonky. You can still install the battery pack on top. This is what it looks like from below. で、この人も言ってるんですけど、こことここがまっすぐなってないので、不完全なんで、ちゃんと走るかどうかわからないように。で、この人は電池ボックスつけてあるだけで、制御回路がないので、走らした検証をしてないと思うんですよね。私はこれ見る限り走ると、こちらのモーター側がずれていて、この機体が、ね、このクローラー、ベルトみたいなやつが外れちゃうと思うんですよね。
ということで、非常にばらすのが難しい。で、うまく私は一つだけばらせてですね、分かったのは、この、こちらの穴が開いている。こちら側からつっついて、こっち側にピンが出てくるっていうのが正解の方向ですよっていうのは確認できました。で、ここから押す工具ですけども、この工具ですね、私も持っているんですが、まあ、Amazon で購入したんですが、こういうセットがあってですね、まあ、2000円しなかったと思うんですけど、こういうセットに、いろんなこういう小さな爪が入っていてですね、こういういろんな先のやつがですね、入っています。で、さっきのよりだいぶ大きいですけど、こんな Y 字のやつとかもあるので、この中のやつをうまく選ぶと、さっきみたいにぐっと力を入れると、抜けるのかもしれませんが、なかなか私が見る限り、あれは力技じゃないかなと。で、かつ一回抜き差ししてあるようなところをもう一度抜いてあげさせたりしてるんじゃないかなと思います。ということで、私はきちっと巻きたいんですよね。これをきちっと巻きたいので、ちょっと普通のご家庭にはないと思いますけど、工作機械のですね、ボール板というやつを使って、先ほどの工具の細いやつを使ってですね、こちら側から、穴の開いてる側から押して、で、こちら側からピンを抜こうと思います。で、ピンを抜くと、結構しっかりした、直径1ミリぐらいのピンが出てきます。こんなピンです。すごく硬い針金みたいなやつですね。矢の線なんだと思いますけど、これを抜いて、で、ちょうどいい長さになったところで、これをまあ、このように、穴が開いてる側が内側だと思うんですけど、このように巻いて、最後、ちょうどいい長さになったところでつなげるというふうな形だと思います。私は多分6個抜けばちょうどいい長さかなと。6個抜くとパンパンになるんで、5個がいいのかなと悩んでるところですが、まあ、抜いてるところの風景ですね。それのまあ写真か短い動画でも撮れたら説明しようと思います。まあ今日はこの後ですね、ちょっと動画は撮れないので、実際にこれをちゃんと希望の長さに外せるか、ボール板でチャレンジしてこようと思います。結果は次回の動画の冒頭にでも紹介したいと思います。今日はこの舞台ですね。クローラー、このベルトみたいなやつをこうやって外すのは非常に難しいよという動画になりました。はい。今日もご清聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。